こんにちは、西村ラジオ第56回ということでね、今日はいつもと違った雰囲気で、あのね、場所でね、収録ということで、なんか感じが違うと思いますけど、まあ、お気に入りなさらず、まあ、うちのリビングです。はい、そこ笑うとこないけど、そこ笑うとこないけど、残念。ということで、早速、本題の方にね、行きたいと思いますけども、本日はね、10月28日は、振り込みの当選発表ということでね、受かった方は、おめでとうございます。まあ、頑張って進化の方出してください。で、ぜひうちの方にも入稿お願いしますということでね、早速そのペアの方ですね、まあ、植え込みとはまあちょっと外して、ちょっと長いスパンのペアをね、一つ紹介させてもらいたいと思います。まず、はい、こちらになります。徳須市箱押し見本町生誕1周年フェアということでね、大変好評いただいてね、皆さん参考にも使ってもらったりしてる箱押しの見本帳なんですけども、こちらがね、ちょうど1年できて1年ぐらい経ちました。そこでね、これを記念してちょっと箱のフェアをね、一つ、行いたいなと思っております。で、実は、当社ご利用のサークル様には、ちょっとしたらもう届いてる方もおるかもしれませんけど、こういったこれがね、まあ、小さいですけど単語帳風、懐かしのね、単語帳風見本帳っていう形で開けると、こうやって箔出てきます。で、裏にその箔の名前が出てきます。これが全24種類。その24種類が何かというと、今回のこのフェアで使える24種類、対象の24種類がこちらに入っております。で、この見本帳を、当社ご利用いただいておりますサークル様には、皆さんすでにお送りさせていただいてます。なので、こちらぜひ見てフェアご利用いただきたいなと思います。ただね、どうしても荷物がまだ届いてないとかね、まあ、日数かかる場合もあるんですけども、まあ、数日経っても、いつくら待っても届かないって場合は一度ご連絡ください。ひょっとしたら、まあ、何かしらの不都合で、ね、お届けできてないかもしれませんので、その時は言っていただければもう一度お送りしますんで、ぜひお気軽に言ってください。で、ペアの内容なんですけども、先ほども言いましたが、この対象の箔24種類、まあ、いろんな箔あります。まあ、一応こんな感じで一覧があるんですけども、まあ、ホログラムから特殊な箔ね、結構豊富に揃えてます。こちらが、まあ、突販代は、まあ、通常通りなんですけども、箔押し代金、通常ね、ホログラム箔、まあ、とか基本特色箔っていうのは別途料金になっているんですが、まあ、こちらは特別価格でのご提供となっております。うん、非常にね、使いやすい金額になってるかと思いますんで、ぜひこれを機会に、もちろんこの使いやすい金額は当然なんですけども、これにさらにオプションじゃないと早割りで、まあ、表紙だけ割りとかね、早割りフェアと併用してもらって、さらに割引するっていうことも可能ですんで、箔、いつもね、ちょっとホログラム箔とかね、どうしてもね、金額が高くなってしまってなかなか使うこと機会ないっていう方も、ぜひこれを機会に使ってみてはいかがでしょうか。場合によってはね、1種類じゃなくて2種類、3種類とね、1つの表紙に押すっていうね、まあ、ミラクルのこともね、ぜひやってもらえたらなと思いますので、どうぞご利用ください。で、続きまして、こちらはね、次は冬コミ、さらに翌年1月の大阪ね、1月8日のインテックス大阪だったり、9日で開催するイベントのフェアの締め切りが発表になりました。で、こちら簡単に、まあ、プリントアウトしたものなんですけども、ちょっとご覧いただけますかね。まず振り込み、まあ、いつも通りの表紙だけ割り、そして早割り、チクトセットで振り込みでは全員入稿、まあ、こちら詳しくはね、サイトの方にも掲載してますんで、そちらご確認いただきたいなと思うんですが、私がやっぱり一番推したいのは、まずこの表紙だけ割りですね。いつもの 20% から 30% 最大ね、割引になってます。本文原稿が遅いね、ちょっとギリギリになりそうとかね、まあ、ちょっと通常締め切りには間に合うんだけど、ちょっと早割には厳しいなって方は、ぜひせめて表紙だけでもお早めに入稿して、割引特典つけて、ちょっといつもと違った加工の本作ってみてはいかがでしょうか。さらにもう一種類、これチックトセットです。こちら今回はね、締め切り結構また頑張らせていただきました。振り込み1日目の場合、12月21日締め切り、12月21日まで、が締め切りですね。2日目、ね、12月22日までの入稿、
まあ、朝9時ね。3日目だと12月23日という感じでね、結構頑張って使いやすいんじゃないかなっていう日付で設定してみましたんで、どうぞご利用ください。さらに前、ね、少し前にこのチクトセット、あのモダングラフトを追加したんですよ。でね、早速使っている方も いるんですけども、モダングラフトでどうしても普段だったら白押さえをしたいなっていう方が多いと思うんです。でも案外ですね、その白押さえなしでは4色っていうのもね、なかなか独特の味があって素敵な表紙になると思いますので、ぜひ使ってみてくださいと。もし白押さえをする場合はちょっとね、締め切りがね早まりますんで、その時には一度ご相談いただいて締め切りの方はご確認ください。はい、ということで、1月および振り込みおよび、まあ、1月の8日9日合わせのフェアの締め切りが発表されました。ぜひサイトの方ご確認の上使ってみてくださいと思います。うん、はい、では続きまして、トーンだけサービス、もうね、ちょっとトーンだけサービスを、まあ、サイトないしいろんなもので告知させてもらう時の反響はね大変多かったんですが、あれからもう、数ヶ月、結構うちの方も実績の方を積んできました。これでね、今まで結構ね使ったことないお客さんがトーンだけサービス使ったらどんトーンを貼ってくれるのか、実際のものを見てみたいって言ってくれる方が多かったんで、今回はちょっとサークル様からですね原稿をちょっとお借りしまして、まあ許可も得まして、こんな感じの順番でこういう風なものになりましたっていうサンプルお借りしましたんで、ここでお見せしたいと思います。まずですね、まずサークル様からこういったもうペン入れされたものが来ます。でここのね、ここに多少の指示ですね、どこに、まあ、髪の毛に何パーのトーン網を貼ってくださいとかいう指示をいただいたもんで、うちがトーンを貼ったものがこちらで、さらに、トーンを貼ったものをお客さんにリテイクします。そしてそのお客さんがさらに仕上げをしてきたものがこういう形なんです。この流れですね。まあね、白のものから、まあ、基本のトーンを貼って、あとはちょっと効果などはこだわりの部分はサークルさんご自身がちょっと手を加えるという形ですね。いかがでしょうか。やっぱ使ってくれたねお客さんから聞く話によると、聞きますとね、感想を聞いたんですけども、やっぱりすごい助かったというお話をいただきました。やっぱね、これトーン1枚貼るのにもやっぱり30分とかね、場合によっては1時間とかやっぱどうしてもかかると思うんです。でなのでこれ決まったところっていうのはやっぱり、貼ってもらって、あとは仕上げは自分でやるって形だと時間短縮が相当できますんでね、ちょっとお忙しい方とかね、例えば朝会社行く前に、まあ、お仕事行かれる、お仕事だって学校行かれる前にペン入れのデータいただいていて、まあ、会社から、まあ、学校から戻ってきたら、こういったもう基礎トーンの貼られてるものがね、送られてると。で夜中のうちに自分で仕上げするという、でこんな形のね流れもね、非常にね時間効率がいいと思います。なのでお忙しい方はぜひねどんどん使ってほしいなと思います。うん、でサイトの方にもね、もう1パターントーン貼ったもののこういう見本をね2種類全部で2種類上げておりますんで、そちらの方もぜひ見ていただいて、また何かわからんことあったらお気軽にお電話なりメールなりお問い合わせください。ということで、西村トーンシャドウのね、トーンだけサービスということで、どんどん今後もさらに実績増やしていきますが、皆さんの原稿お待ちしておりますんで、どうぞご利用ください。ではね、久しぶりですけども同人屋なんかの方をご覧ください。島本加藤の同人屋なんかへ、はい、始まりました。始まりました。 お久しぶりです。すみません。またね、ちょっとね、時間が空きました。ね、で、前回コミックワークス、うん、この猫ちゃんのね、ソフトでのトーンの貼り方を説明しましたけど、はい、今回はクリップスタジオ、違うやり方なんかですね。そう、ね、仕様が違うみたいなので、そうお勉強していきたいと思います。最新鋭のソフトです。最新、はい、
そう。でもね、なんか基本はそこまで変わんなくて、うん、そうね。前回は大きく変わること。ね、うん、前回はもうあのペン自体をトーンモードみたいにして、うん、こうやってあの時間書くことで、ね、そうそうそう、これがもう勝手にトーンになるみたいな感じだったんですけど、今回はまあちょっと違くて、うん、ちょっと見えるかな、ここにあのトーンレイヤーっていうのがあります。うん、で、海中ね、そうそう、60銭とか海中に。このレイヤーにこうやってベタ塗りをすることで、もうこれが、うん、ほら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 、トーンになってしまった。うん、60銭 25%、その通りのトーンが貼れます。うん、じゃあ50銭とかじゃ貼れんがいね。50銭にもなります。ちょっとですね、うん、ってことかな、うんうん。説明しましょうか。はい、はいはい、お願いします。これあの60銭で貼りました 25%、うん、あ。でもなんか気に入らん、なんかもうちょっと太めの網にしたい、20% ぐらいに20銭ぐらいにしたい、はい。そういう時はここのトーンの数値を下げて、あ、変わってきた。どうどう見える？変わる？いける？変わる？うんうん、こんな感じ。レイヤーの方も文字の、そうそうそう、記載が変わっていくよね。ずる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 と数字が変化しておりますが、ラスタライズ、あの画像化する前やったらこんな感じで濃度もこうやって変えたりとか、うん、後でね、調整が自由っていう意味ではこっちはなんか、うん、最初にババーっと塗りたいとこをね、うん、塗り分けしちゃって、後からトーンの線数とか濃度とか調整できるから、うん、ちょっとね、迷いがちな人にはいいソフトかな。でもレイヤーごとに同じ線数の、そう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 、網しか貼れない。そう、焼き、うん、あの今この状態やけど、うん、例えば口の中にまた別の線数、別の濃度の、うん、あのレイ等を貼りたいってなったら、うん、また新しく作らんでかな、ね、そうね、60線を 10% ぐらいにする、うん、これで、OK、違うパーセンテージ、ほら新しいレイヤーが生まれました、うん、色味も違ってきてます。そうそう、うん、ここも、うん、ここもこう調整次第で、あ、後から変えることは可能やけど、そうそうそう、レイヤーは分かれています。そう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 、うん、だから、うん、そうね、一気にパーって塗っちゃって調整する分にはいいよね、うんうん、あとでバランスを取るのにね、そう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 、キャラクターの色味がかぶった時にはじゃあちょっと薄くしてみるかな、うん、見た目がっていう風に変化をつけることも可能だ。そうです、うん、前回とやっぱり違いますね。前回は同じレイヤーに違う線数のトーンとかも貼れちゃってた気がするんですが、そうそう、直接書き込むからね、うん、で今回は違う、あのレイヤーになってることからも分かるように、このトーン気に入らんわってもうなったらいっそこうやってパッと消しちゃうのもできるから、うん、貼り具合を見ながら、そう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 、うんうん、確認しながらできる、ね、そう、結構そういう意味でね便利かな、うんうん、コミックスタジオっていうのがこれの前のソフトなんですけど、はい、これも、うん、それもね同じような感じのこういうシステムです。レイヤーがどんどん出来上がって、そう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 、うん、レイヤー、トーンレイヤーで貼っていくやつです。それでね、これさらになんかちょっとすごい機能があるんですけど、画期的な機能があると聞きました、うん、これ今、うん、トーンモードになってるからこういう状態、うん、網で点々点々ってなってますね。そう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 、このトーンモードを外すとほらグレーに、グレーにグレーにベタッとなりました、うん、網点が変わっちゃいますね。そうそう、うん、網点じゃなくてなんかこういう感じの印刷にねしたい人は、あ、いますね。そうそう、うんうん、あ、でもね網点になってたのをこう、うん、グレーにすると塗り残しがね、網点の時には分からなかった塗り残しとか出てくるんで、ちょっと気をつけてね、気をつけてください。うん、こんな感じです。じゃあ大体分かりましたかね。質問です。はい、はい、どうぞ。このグレーみたいなのにした後にトーンには変わらんがですかね、うん、あ、変わりますよ、もちろん、ピャッと、あ、でも調整しながら、あ、やっぱりダメやっていう時にはまた戻したりっていうのもできるってことですね。そう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 、うん、なるほど、わかりました。はい、それでは次何しましょうね。また考えてきます。お願いします。はい、見切り発車です。はい、次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。リズムラジオ、はい、リズムラジオね、なんだかんだでね、実は
もうすぐもう、まあ、ちょっと先なんですね。もう3年がね近づいております。なんかあっという間ですね。なんか一番最初のね第1回のはもう本当にあの音声だけのね、声だけのもんやったんですけど、いつからですよね、この映像になったっていうのはね、なんか不思議なもんです。でもそれでもあっという間の3年でしたね。まあ、今後も続けてさらにね、3年まで経ってませんからね、まず3年いって、目標はまず100回ですから、100回まではとりあえず頑張って走りたいと思いますので、なるだけ毎週更新を心がけて頑張りたいと思います。はい、ね、余談ですけど、毎年の恒例の、検診の結果をね、皆さんにちょっとご報告したいなと思います。はい、昨年から無事に、福井の方が3センチアップしました。私は今福井は87センチでございます。はい、では来年もお楽しみに。90センチ言ったら本当にもうそうそう言われるとかね。で去年84かそこの時にはギリギリメタボギリギリですって言われた。緩くなったんや。最初厳しかって多分増えたやろね。ちょっと緩くなって去年はギリギリって書かれたんだ。今年は多分おめでとうございます。ではまた来週。